シュートさん、ただいまジャンゴ2で、フーロー率 26.5、上がり率 21.6、保持率13.8、制限打数6855点です。漫画以下の泣きは、ほとんどしない、もう少し泣いた方がいいでしょうか。また泣きの勉強をしてください。ナイスパレでまーす。保持率 26.5% は、もうちょっと泣いてもいいけど、でも言うてそこまで泣かないわけじゃない。ただ、このデータ見て率直に思うのは、泣いてない割に、保持率が高いっすね。泣かないメリットってね、適当に薬灰とかをポンポンしないことによって、その薬灰が手の中に残って安全度が高くなるっていうのがね、大きいんですよね。泣かないメリットは。なので、26.5% は別にいいんだけど、それならもうちょっと保充率を下げたいなという感じはありますね。うん。12% 台ぐらいになるといいかなとは思います。で、泣きの勉強方法は、本一とかをよく意識してみたらいいんじゃないですかね。やっぱ、保有率が低い人はね、本一あんまやらないことは間違いないので、なんかバラバラの時に、なんか泣いてどうやって高くなるかなとか、そういうの意識しながらやるといいと思います。頑張ってください。ナイスパレットバース。ドラはもっときますか。まあ、自分の風のドラってね、持ちやすいし、切っても、重なったらね、もう自分だけの役割統一。おわー、間に合わされてる間に合わされてる。で、切った時もね、相手はポンしづらいんで、役がないんでね。これは結構強い味方なんで、結構引っ張っていいです。これシャー1個切れたんでね、もう1個のシャーはね、持ってきた人切ると思うんで、まあ、他の男から泣いてシャーの後付けで仕掛けていこうかなと思います。まあ、シャーもう1個は出るだろうということでね、今後。うん、それを泣くと頭なくなっちゃうんでダメなんですね。サブローピン、次出るサブローピン5枚目なんでチーかな。面前リーチできれば強いけどね、もちろん。ただシャアが出た時にやっぱり捉えられないのは痛い。このシャアが出てなかったら泣かないけど、このシャア出てることによってね、周りがシャアを切りやすい空気が形成され、チーチー。これはもう絶対チー。作られてるんで、これはチーした方がいいっすね。チーでござる。老朽その馬鏡はめっちゃいいんで、もうとにかくシャアですね、この手は。シャアがどうなるか。多分止めれないんだよ、みんな。リーチ入っちゃったら止まっちゃうかもね。リーチにシャアが切れないっつって。まあ、それはしょうがない。ギャンゾーは普通に危ない牌。まあ、張ったら切るとして、ああ、ポン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 。これをね、本来ロンにしたかったためにチーしてたんだよね。ただまあ、サブローピンをね、チーできたことによって今、6球層で張れたんで、まあ、3ピンはナイスチーでしたと。まあ、これは6球層待ちかなりいいんでね、全ツですね、ロンですね。でこのね、ドラドラの時に、どこでドラの後付け、ドラバックで仕掛けるかっていうのは結構難しいところなんですけど、この辺のね、さじ加減が分かるとね、皆さん、勝率上がっていくと思いますんで、自分なりのさじ加減を見つめてみてください。だ基本的に僕から言えるのは一つ、ドラの後付けは恐れなくていいです。出るときは出るし、自分で引くかもしれないんで、恐れるのは、ドラをポンできたけども、今更上がれねえ、みたいな時がね、恐れるべきですね。うわぁ、またドラ来た。じゃあ今回はどうすんだって話なんですけど、今回はね、例えばウーワンチーとかしてもね、そこまでね、別に超急所なわけじゃないんで。で、ペーポンしたら、ハクが出づらくなる上に、なんか別にローワンとかウーソに横伸びしても全然嬉しくなくなっちゃうんで、今回は泣くのはないですね。一番の理由は泣いてもそこまで早くなってないから泣かないってことですね。それでは面前で行って、普通にハクペイシャンポンリーチできてもいいし、ペイとか落として両面リーチできた方がいいので。このスッチソチはまだ慌てなくていいかな。スッチソはね、世の中にまだいっぱいあるんで。1枚目から慌てて泣く必要なしと。うん。その辺のバランス、大事でございます。これ、ニサ刺しの持ってるのは、ここくっつけてペイペイと切って、スッチソとマンゾの両面でリーチを狙うという構えも残しつつ、面前で入ったリーチ打てるとね。はい。さっきはドラバックするけど、今回はしないっていうのはね、まあ面前でどのくらいいけるかとか、その辺のもろもろのバランスが大事となりました。ということで、これを積もって、しもちゃんを飛ばしてトップで気持ちよく終わりましょう。まあ、ペイは止まんないだろ、みんな。忍法。え？リーチの術。追いつかれた。まあでも勝つだろ。何を根拠に言ってるかわからんが、勝つだろ。トイベンも111とソード678で2段目2面作ってるもん。そんな失敗してるやつに負けるわけがない。白炭機とかどう？トイベンさん。白炭機とかだったらもう負けるわけはない。
いやまあ最悪負けてもいいから宝珠だけはしたくない。最悪負けてもいい。最悪負けてもいい。やめて。よしよしよし。白檀家じゃん本当に。依頼の進捗は順調よ。ウッパーピにしなかったんだね。やるね。下手もしっかりテンパイやるね。なんかちょっと決めきれなかった感はあるけど、まあしょうがないっすね。最善を尽くした僕は。自分が最善を尽くして無理だったらしょうがないっすねでいいです。もっと他にできたかなとか考えるのもありだけど、今のはね、どう見てもあれ以上できなかったのでいいです。麻雀でよく、いえ、リーチ？じゃあまあ発圧で。麻雀で良くないのは、結果に引っ張られてね、無駄な反省をしてしまうことは良くないですね。反省は大事なんだけど、無駄な反省は本当にいらない。絶対100回やったら100回ぐらいこうするっていうのに、結果で恨めった時にそれを反省するのは良くないですね。もうこれもう何もないじゃん、キルモン。何もないよ。何もないよ。打ったら安そうな端っこ。普通ね、こういう時ってドイツ落としするんだけど、今回は状況がちょっと違ってダントツなので、まあ、宝珠も嫌なんだけど、どっちかというと高い手で打つのが嫌なんで、なんかこれで打ったら安い可能性あるってとこをね、積極的に切っていくの方がいいですね。ラン、オムライス。そう、こういう E1 は切ろうと思ってました。橋なんでね。リャンゾーとかサブローはね、全部タンヤオとかね、ドラマタキとか絡みそうなんで、打った時高くなる可能性が結構あったので、今回は宝珠しないことよりも、宝珠してもしょうがないけど、安く済みそうなやつを選ぶというね、バランスが大事でしたということで。難しいですね。場合によって切るものが違うということで、4万7千手の時はちょっと変わるというね、お話でした。で、こういう時にチュンポンするのはあんまり良くないと一般的にされてます。なぜなら、下茶のね、親を別に一生懸命流しに行く必要ないでしょと、まだ予想、下茶に対して余裕あるんで。リスクを負って仕掛けて、リーチ受けたらどうすんだいという話ですけど、今回厄介二つになったんで、泣いていきましょうかね。一個はポンして一個は泣かないみたいなバランスがいいかも。で、ツボもめちゃくちゃいい。まあ、これもさっきと一緒でカムピン、カンチーピンは全部泣いていきましょう。もう大三家とかいらないんで、切ります。これもね、初チュンが出た時に上がれるようにしておくのが大事なんで、他の部分からも仕掛けていきたいですね。ただ、イースチーソはね、まだまだいっぱいあるんで、そこから慌てて泣かなくてもいいかなというところはあります。こっちですね、泣きたいのはウーピンチーピン。ローソン先切りしたのはやっぱり宝珠のね、罪がでかいからですね、今。まあ、二刺しゴロロをね、ローソン1個逃してもイースチーソ入れば一緒なんで、イースチーソ1個ぐらい入るやろということで先切りしてます。先切りするときしないときはね、ちゃんと理由を持ってやることが大事ですね。理由を持ちましょう。チー、これが一番いい。まあ、これでね、トンの安全牌残しつつ、イースチーソも残しつつ、初チューンダブルバック。一番バランスいいですね。チェイ。まあ、これで、無事テンパイと。まあ、いいんじゃないですか。リーチ受けても最悪初チューン落としもできるし、まあ、何よりこんなん止めれるみんなみたいなね。リーチ。リーチ来ちゃった。まあ、自分で切ってるアンピをもう一回切ってリーチで、これは関連してそうなんだけど、ロンですね、オッケー。やったわ。 E ピンがね、2枚切れてたんで、多分ね、ピンズ233って持ってるとこで3ピンがあんこになったとか、そういう感じじゃないかなとは思うんですけど。まあどうでしょうね、真実は闇の中。今のは上茶さんにとっても、ラスがね、ラス目の親が上がるよりはマシだったんで、ウィンウィンだったんじゃないでしょうか。で、これは対面の親は流したいんですが、自分の手かなり悪いんで、これはチートイツ1本でいこうかな。E1 第一打がいるんで、リャン1持ってなさそうなんで、リャン1でなくて3ピン切るというね、細やかな気配りもできる男、渋川南部。これも E1 第一なんで、リャン1は持ってない可能性高いんで、サブローピンを切ってって、この辺を残す。細やかな気配り。このね、細やかな気配りがチートイツにね、置いて大事で。これはね、パーピン、9ピン第一でいるんでちょっといいんですけど、この数層入ったことによって普通の手ができる可能性が出てきたんで、パーピン切るという細やかな気配りをしながら進めてます。はい、これでいいシャンテになりましたんで、まあ普通にニャン切りましょうか。
これでなんと3ピンでくっついたらパワーワンパワーワンといけるようになりましたね。あんなにチートイツの手だったり、まさかね、こういう普通の手になるとは。で、これリーチはね、あんまりしない方がいいです。神茶がね、一生懸命上がる気満々なのにリーチして、ああ、やだやだって降りられたら、僕と親の一騎打ちとかになる可能性あるんで。神茶が頑張ってくれてる以上、僕はそれを邪魔せず上がりに行くのがいいですね。リーチは邪魔になっちゃうんだ、相手の。そういう時は、リーチはしない方がいいです。仲間の邪魔をしないみたいな。今、仲間なんでね、神茶と僕は。トイメンの親を流そうっていう仲間なんで。いや、これが嫌だったからね、仲間だったんだよ。あー、これ G1 打ってもいいね。はい、打ってもいい。神茶に。いや、神茶は 100% 張ってて、多分、ウッパーピンか6級ピンなんだけど、持ってない。持ってないし、親に通ってないんで、うん。おお、リャンワンか。あ、スーワンウファン、これは読めないね。珍しい形だね。ね、ローワン切ってんのにね、すご。珍しい気出てきた。さあ、オーラス。で、今度は、下茶とトイメンが仲間で、神茶のお野菜流せばいいんで。まあ、これね、いい手来たんで、全力でいこうかな。まあ、リーチはしないっす、リーチは。リーチしたらやっぱり下茶トイベンガーね、降りる可能性あるんで、それはちょっとやってないということで。これはもう全力で上がりには行くけど、できればリーチせず、役割を作りたいっすね。なので、この1233を持ってるのは、1と切ってね、単4に行くパターンがあるんでね、残してます。このパース落ちしても強引に単4に行ってもいいんだけど、なんか僕が泣いたら、あ、じゃあ任せました任せましたな、みたいな感じでね、トイメンさんとかサボり出すの嫌なんで。泣くにしても、あ、これでいいじゃん。うん。これレアワンポンですね。街がね、パワーアップする可能性あるんで。現状の貫禄ピンはね、まあ普通。ああ、これでも何も泣かない。めっちゃいい。流れるように言ってる。あとは、もう誰がこのサブルビー出すかという話ですね。そう。僕が仕掛けないとね、トイメンさんも、じゃあ俺が行くよってやってくれるんで、あんまりね、トイメンさんを油断させない方がいいと。一緒に行こうねという感じでやるのがいいですね。仲間を苦しめるようなことはしない方がいいんですよ、麻雀。OK ですね。今回で言う仲間はトイメンさん。さっきは神茶さん。うん。で、仲間のことは別に裏切ってもいいです。裏切ってもいいけど、こっそり裏切りましょうね。うん。いや、これ二人がかりの、はい、つもり、トップ!4着、1着、今日は何もなかったけど、皆さんの、今日は自分のポイントを維持したまま、皆さんにとてもいろんな麻雀の情報を伝えられたので、もう最高の一日でしたということで、今日はいろいろ使える情報がね、たくさん詰まってたと思いますんで、切り抜きチャンネルさんもね、やっぱりアホみたいな渋川ナンバーだけじゃなく、こういうね、ためになる渋川ナンバーの切り抜きもぜひ、よろしくお願いします。ということで本日はご視聴ありがとうございました。